なかなか休みと天気がうまく噛み合わずに、なかなかあの最近ちょっと釣りに行けてなくて、まあ、全然前回ですね、あのカゴ釣りに行ったっきり行けてないんですが、今日はメッセージのですね、あのどういう仕掛けなのかもうちょっと解説してほしいみたいなところもありましたんで、簡単なんですがカゴ釣りの仕掛けについて、まあ、紹介させてもらいます。で、私の仕掛けは、まあ、非常にコスパのいい道具ばっかりで構成されてますんで、これからカゴ釣り始めたいなと思われている方にもぴったりだと思いますんで、参考になれば幸いです。まあ、竿の方なんですが、竿はニシンさん の、 このモデル KW 円筒4号の530ということで、カゴの重さの適合としては8号から、まあ、15号ぐらい適応するサイズだと思ってます。この竿ですね、 Amazon とか見てもらえばすぐ分かるんで、まあ、比較的安い竿で、通常の円筒竿に比べると、まあ、かなり安い竿になるんですが、この竿の特徴ってのはこれですね、 K ガイドっていう、まあ、ガイドを使ってまして、これあのルアー竿なんかでこう使われてるガイドになってまして、このスピニングリールが放出される時のこの巻きでの絡みを、この巻きですね、この巻きって言いますか、糸よれによるこのガイドへの絡み、これこの絡む今状態分かりますか、絡んだ状態っていうのは、こいつがくるっと出て外側に回るとこう絡まるんですね。 これがあの道糸がたぎれとか、まあ、ルアーで言うとルアーがたぎれしちゃう原因になっちゃうんですけど、まあ、それがなるべくなりにくい、まあ、この辺の何ですかね、この、まあ、これが特許なんでしょうけど、この辺 の、 この二重構造っていうのがトラブルなくこのガイドを糸が通ってくれるっていう、まあ、そういう風な構造になってる竿だと思います。これがあるとなしでは高切れっていうのが格段に減りますんで、まあ、K ガイドとか、まあ、IM ガイドみたいな特殊なガイドのついてる円筒竿っていうのをお勧めさせていただきます。ただそういう竿って言えば高いんで、中級以上の竿になりますね。高いんですけど、この竿は安いんですが、このガイドだけはまあしっかりした、まあ、いいものがついてるということで、この竿をですね、あの初めてもしあの円筒釣りをされる方がいらっしゃったらお勧めしたいなと思います。ニシンさんのホームページみたいなのが出てます。リールですね。リールは私あのダイバーのクロスキャスト、まあ、4500大型のリールですね、カゴ用のリールになってまして、これ見てもらったら分かるように、まあ、非常にこの大きいんですね、巻き取りの径も大きいんでパワーもすごくあります。まあ、大型の70センチとかのマダイとかも、まあ、楽々寄せてこれるっていう、まあ、そんな結構パワーのある、ただですねこれはあの結構値段お安めなんです。 Amazon なんかで買うと、まあ、7000円ぐらいかで新品も買えちゃうんで、まあ、安くてコスパもいいんですが、まあ、その分、まあ、ちょっと重たい、まあ、多分鉄の部品なんかも結構使われてるんじゃないかなと思います。これに現在ですね、あの道としては6号のナイロンラインを出して入れてます。道といろいろあると思うんですが、やっぱり夜カゴ釣りをするんであればなるべくトラブルの少ないナイロン糸がいいんじゃないのかなと思ってます。一回長行くとこれあの、まあ、10から15メートルぐらいこれどん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 切っていきますんで、どんどん減っていくんですが、この間一回この糸を抜いて、で下巻きを抜き直したものになってますんで、まあ、今ちょうどいい感じになってるのかなと思います。で6号みたいなこの太いナイロンの糸になると糸癖がこう結構できます。どうしてもあのスピニングリールの宿命といいますか、糸のよれですね、この曲がりがこうどうしても入ってきて、これが太いナイロンの糸の場合は問題になってきます。深切れっていうカゴ釣りの場合は重たいカゴを投げますんで、まあ、糸が絡まったりするとですね、バチンと仕掛けが全部この辺で糸が切れて飛んでっちゃうっていう、まあ、そういう高切れっていうのがよく起こるんですが、これが起こる理由っていうのが糸のよれとか、あと風なんかで投げるときに放出された糸がこうくるっと噛んじゃって輪になりながら糸が放出されますんで、この辺のガイドにですね、やっぱりこう風なんかの影響があるとこんな感じに絡まるんですね。こんな感じでピンとするとここからブチッとこう切れちゃう。100グラムがあるカゴをこう投げますんで、その投げる勢いと急に糸の放出が止まるってことで、この辺でブチッと切れちゃう、まあ、これがあの高切れの原因になるんですが、例外だと若干その辺が多少よれても糸が出てきやすいという、絡みづらいという、なんかそういう特徴があるみたいで、この軽ガイドの竿に変えてから高切れが、まあ、若干減ったんじゃないかなと思って、なるべくねこう高切れしないようにこう投げ方を工夫したりはしてるんですが、まあ、それでもどうしてもやっぱり風が強かったりすると、まあ、起きてしまう、これカゴ釣りの宿命なのかなところもあります。まず、絞り玉を入れます。これは私はあまりこだわりなくて、子供が使ったビーズの残り物みたいなのを入れたりします。まあ、比較的穴のちっちゃいやつですね。穴の大きいやつだと、浮き止め糸通っちゃいますんで。で、次に普通の、なんですかね、
浮きを止めるやつですね。で次に、浮き止めのゴムですね、こいつらをとりあえず入れます。で急いで落ちないようにこんな感じでつけておきます。で私は普段ですね、12号の仕掛けできますので、浮きも、12号の浮きを取り付けて、実際夜であればこれ電気をつけてます。こんな感じですかね。でこっから、カゴに取り付けていくんですが、ここが前回の動画でもちょっと入れてたんですが、これ比較的安くて、私はお気に入りのサンナっていうカゴの12号、浮きの12号と対応したものですね、12号を使ってます。で、加工用の天秤をですね、こう別途準備する必要があるんですが、熱の収縮チューブで絡みづらくなるように固定しちゃってますので、カゴ外せなくなってます。交換する場合はこれ切っちゃなきゃいけないんですけど、こんな感じで熱伸縮チューブで糸が絡みづらくしております。カゴの先っぽにはクッションゴムですね、急な大物が来ても伸縮してくれるゴムになってまして、これをつけてます。でこれスナップでこうくっついてるんですが、ここも絡みづらくするように収縮ゴムで、こんな感じでこういう風な、何ですかね、この凸凹とか可動部分を少なくしてます。カゴとの道との接続なんですが、通常はこの用紙結びっていうんですかね、3回この輪っかをくるくるくるっと通して、最後にその輪っかの中を通すという、そういう風な結び目を対応してます。これにしてから P でもこの結合法を使ってるんですけど、トラブルってないですね。で同じ両親結びでこれと違う結び方もあるんですけど、そっちだと締め方が甘いっていうのもあったのかもしれないんですけど、なんか結構たまに抜ける時があって、この結び方に変えてから特に問題ないですね。こんな感じで3回輪っかの中を通して、で最後にこの輪っかの中に1回、2回ぐらい通しますかね。P の場合は必ず私2回これ入れてます。ナイロンだと1回でもいいみたいです。これ非常に簡単なんで、覚えておいて損はないかなと思う。であとはこれ両方ゆっくり締めていくと完成です。こんな感じですね。これはカゴの教科書にもよく出てきてるんですけど、この浮き止めゴムは浮きの長さぐらい、浮きが引っかからないぐらいなので、どうですかね、10センチ強、こんな感じで当たらない、これぞ絡まないから大丈夫っていう、ということになります。はい、でこれでカゴと接続しましたんで、次にクッションゴムの先っぽに針巣をつけていくっていう形になります。で私は通常ですね、夜の場合はこの6号の、針巣を使ってまして、6号あれば、7、80センチぐらいのマダイまでも対応できますし、そこぐらいになるとちょっともう抜き上げ難しくなっちゃうんですけど、普通のイサキサイズとかメジナの、40センチぐらいまでのサイズだったらタモ使わずにもう抜き上げられますんで、夜ですね、タモ使うのなかなか難しかったり、リスクがあったりしますんで、抜き上げっていうところも考えて6号を使ってます。で長さは、いろんな説はあるんですが、私は基本的に長ければ長いほどいいんじゃないのかなと、今回ちょっとすみません、参考動画ということで、短めに切っときます。ちょっと短めに切ってます。でこっちもさっきと同じ両親結び3回サルカンの輪っかを通して、これ簡単な結びなのに結構強度もあるっていうんで、本当おすすめの結束方法になります。こんな感じですね。で最後に3回作った輪っかの中に糸を通して、あとは両方からゆっくり締めていくっていう感じになります。実際はこれちょっとね、水かなんかつばかなんかつけて締めてギュッと結束した方がいいですね。ハリスは、長くした方がいいんじゃないのかなと思ってます。取れるだけ長くですね。私は譲りの場合なんかは結構4メートルぐらいかな、ハリス取ってます。で4メートルもハリス出しちゃうと糸取り込むのも大変になっちゃうんですけど、そこはカゴだけ先に餌を交換するときなんかっていうのは、カゴをまず受け取って、あとはもうダランと刺しといて、カゴを固定した後に、こっちをこう、なんですかね、こう手で手繰っていって、で針を最後ピックアップするっていう、そういうやり方にしてます。
で、ハリスが長いと、まあ、なんでいいのかっていう、まあ、なるべくあのふわふわ、餌と同調する時間を長くしたいっていうこともありますんで、まあ、こんなあの餌屋さんで売ってるこう絞りゴムみたいなやつですね。これつけとくと多少あのなんですかね、こう波を受けてふわふわ浮いてくれるのかなみたいなところもあって、こういうのをつけてます。で、針ですね。針はチーズの夜釣りであればマダイ針の10号から12号ぐらい使います。あとはグレ針の大きめのやつですね、7、8、9号ぐらいを使ってやってます。針の留め方は普通の、外掛けですね。これはあのお好きな結び方を、やっていただければいいかなと思います。ちょっと今日はもう あまりがっつりつけずに軽くで止めておきます。で、市販のこう籠用の針だと あれですよ、日本針みたいなのありますよね。この辺から1本孫針が出てきたり、あとはそれがサビキの針みたいになってるやつあるんですけど、私いろいろあるとは思うんですが、個人的にやっぱり1本針の方がいいのかなと思います。というのは結構ですね、これ1本針でも絡むんですね。ここから餌が出るときに、なんか変な出方をして言い忘れましたが、必ずですね、やっぱりこのハリスを引っ張ってギューッと、いろんなところ引っ掛けて引っ張って、この巻き癖ですね、巻き癖を取っとかないとダメですね。餌が放出されるときに変にこの輪っかになって出てきたりするんです。放出のタイミングなんかが全くこちらではコントロールできないんで、するとこの中に餌が入っていって、こんな感じで玉ができちゃう。6号ぐらいあるとこの玉で切れたりっていうことはないと思うんですけど、これが短い号数ですね、例えば 1.5 号とか2号とかだと玉できちゃうとやっぱ強度落ちちゃって、そこから切れちゃいますんでね、糸の糸癖を取っとくってのは結構重要かなと思います。で、話を戻すと、本針、そういう形で1本針でも絡むのに、2本針にすると余計もっと絡むんですよね。この辺がぐちゃぐちゃってなって、魚がかかったりね、サバなんかかかったりするともう本当にぐちゃぐちゃになってしまいますんで、そういうのもあるんで、私は基本的に一本針、特に夜の場合は一本針をお勧めしたいなと思います。で、ここにコマセを詰め込んで、そして、餌をつけて針は逆向きですね。こっち向きにすると放出のタイミングによってはこう中に引っかかっちゃうんで、針がするともう完全に何やっても釣れないという状況ですね。あるんで、餌をつけて外側に、しかもできればこのプカプカする絞り玉をも一緒にこの中に入れて、こんな見えますかね、針を外側に向けて入れてあげて、こんな感じですね。今はダメな状態ですね。こんな感じの、今はこんな感じでこう輪っかになっちゃうんで、これが輪っかにならないようにできるだけ糸癖を取っとくっていうのが重要だと思います。餌を詰めて、で、これをセットして、で、動画でも何回も言ってるんですが、この辺を持ってここですね、これが結構ですね、またくるくる回ったりとか、靴でここ踏んじゃったりとかですね、ここ石に引っかかったりして、でいざ投げようと思うとカゴが開いて餌が落ちたりとか、中に詰め込んだコマセが漏れたりっていうことがありますんで、この辺投げる前に一回絡まってないかとか、しっかり見てもらって、しっかりと振りかぶって投げる。このサンナーのカゴなんですが、もう投げたら、あとはそのまま放置ですね。すると勝手にこうやってプカプカ、浮力のせいでカゴの蓋がプカプカと動きますんで、勝手に針が放出されて、その後中のコマセがポロ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 ゆっくり出る。で、針が長ければ長いほど同調できる時間が長くなるということで、針はなるべく長めがいいのかなと思います。取り込める範囲とか、自分がご自身が扱える範囲で長ければ長い方がいいのかなと思ってます。で、道具の値段的に言うと、どうですかね、竿が1万円強、あと重要なのがカゴの棚ですね。よく棚で5メートルとか言ってますが、その棚っていうのはこれですね、ここの浮きのこの付け根からどんだけの長さを取ってるかっていうところを棚と普通言ってるんですが、なので私の場合はこの4メートル、このさらにハリスがありますんで、例えば5メートルだったら、こう全長伸ばすと多分10メートルぐらい
針が下に落ちてしまえば10メートルぐらいになるという、まあ、そういうふうな仕掛けになっています。まあ、場所にもよりますが、通常どうですかね、浮き下5メートルぐらいで始めて、私がよく行ってる東伊豆のジーソンなんかっていうのは、まあ、水深が15メートルぐらいありますんで、どうですかね、5メートルから始めて徐々に下げていって、場合によっては10メートルぐらい、竿の2本分とかってよく言いますけど、竿1本が 5.3 メートルなんで、竿2本分ぐらい浮き止めをつけるっていう。私が釣ろうとしてるイサキとか、まあ、メジナ、大型のメジナで、マダイなんかっていうのは、まあ、比較的、まあ、そこを深めの方がまあいいと思いますんで、大概まあ5メートルぐらいから始めて徐々に深くしていって、まあ、10メートルぐらいで釣れればそこで固定してやるっていう。あと釣れなかったら浅くしたりとか深くしたりとかっていう変更をしてます。で、浅めだと伊豆の場合なんかは結構大きな、まあ、サバなんかが釣れますね。ただめちゃくちゃ簡単にすぐ釣れちゃうんで、あんまり面白くないですね。引きは面白いんですけど、刺身はちょっとねリスクあったりしますんで、まあ、サバたくさん釣るよりはイサキとかをやっぱたくさん釣りたいなというところで、まあ、深めを選択する場合です。まあ、サバが釣りたい場合は浅めでいいと思います。で、カゴ釣りはですね、いろんな道具が必要だったりとか、好きな竿で重たい仕掛けを投げますんで、まあ、結構疲れたりっていうところはあるんですが、ガセ釣りをやってれば分かるんですけど、簡単に餌と巻き餌と付け餌を同調させれる最高のですね釣り方だと思います。深瀬釣りをしていらっしゃる方だったら分かると思うんですけど、なかなか巻き餌の餌の筋と付け餌を同調させるってこう非常にこう難しいんですけど、やっぱり潮流複雑になってますんで非常に難しいんですが、カゴ釣りの場合はこの中に餌が入ってポロンとこう出ると、必ずそこに潮流とこの巻き餌の筋が同調させることができますんで、言ってみたら簡単に釣れることができる。棚の調整だけですね、そこだけうまくできれば、まあ、誰にでも簡単に釣れる釣り方だと思いますんで、まあ、ぜひともこの夏ですねチャレンジしていただきたいなと思います。で、どうしてもですね道具これなくなるんですよ。本当に高切れするとこの上から全部なくなりますんで、まあ、浮きとカゴとクッションゴム針全部なくなります、高切れすると。まあ、そういうこともあるんで、道具は比較的、このカゴなんかもですね、この物によっては4000円とかするめちゃ飛ぶやつもあったりするんですが、言ってみたらそんななくても全然釣れますんで、これ900円ぐらいの一番安い部類に入るぐらいのカゴなんですよ。もうこれでも十分釣れますんで、この辺で予備の仕掛けを持っていきながら釣りに行かれるのがいいのかなと思います。何か質問があれば気軽にコメントなんか出していただければお答えさせていただきますので、それでは今日はカゴ釣りの仕掛けについて紹介させていただきました。チャンネル登録といいねをぜひよろしくお願いいたします。